全国の支援者の皆さん、こんにちは。鈴木伸之です。えっ、ー、と、今日ね話さなきゃいけないのは、フィリピンの問題を少し話したいと思います。えー、これ、ちょっと北朝鮮情勢にも関係してくるかなと、今後ですね、考えてます。まあ、私がこの6月になりまして、えー、フィリピン大使館と組んで、えー、上野の恩賜公園を借りてですね、 えー、9日間、えー、フェスティバルやりました。初日には、ホセ・ラーベル大使来ていただきました。ハットリック長と、そして、えー、田中国際局長、自民党のですね、そして、えー、私、フ、えー、ルボクシング会から渡辺会長も来ていただきまして、テープカットしたんですね。で、でえー、最終日には、コウ国際も来ていただきました。えー、まあ,あの デュテルテ、あ、取れちゃった。取れちゃったな。これは事故です。<laughs> 東京選挙区ね、私も関係ないんで、これ事故です。こっち取れるのがもっと嫌なんですけどね。でね、えー、デュテルテ大統領が、 え来るの来日延期になりましたミンダナオで、まあ、内戦状態ですね。今もそうですけど、IS と、えー、イスラム国が今度はフィリピンミンダナオにできるんじゃないかということで、えー、フィリピン軍と交戦状態で、あの時は、えー、デュテルテ大統領が戒厳令出してね、えー、外遊どころじゃないということになったわけですよ。 で、最終日には実質報道官、えー、っと、される女性の方も来てくれました。本当はね、えー、まあ、ボンボン・マルコスさんもメッセージいただきましたし、えー、ュテルテ大統領がもしかしてね、 来日したら来てくれんじゃないかな、寄ってくれんじゃないかな、なんて、かすかな、ちょっと、えー、私もね、期待したんですけれども、えー、まあ、それよりも、フィリピン情勢大変なことだということでね、えー、来日なくなったんです。で、実際大変ですよ。あのー、ミンダナオでもう何百人という人が死んでね、えー、フィリピン軍だけではなくて、そして各地からですよ。 各地から中東が今、えー、だんだんイスラム国を追い詰められてます、えー。モスクを爆破したりね、えー、とうとうだいぶ追い詰められてる中で、今度はですよ、フィリピンに来て、フィリピンで戦闘する。あれだけの政府軍との戦闘をするんですが、指導者もちゃんとした軍事訓練を受けた人間たちが来ている。で資金源もある。 武器弾薬もあるで。IS と捕まえてみたらそこには覚醒剤もたくさんあったとでこれ早くた、ねえー、叩きのめさないと大変なことになるというのはそれは米軍がもう特殊部隊投入してます戦闘に加わってますでやっぱり北朝鮮情勢ですよ あの、フィリピンにイスラム国なんかできたら、今度は北朝鮮をね、叩くとか、そういう状況では今度なくなってきますね。えー、フィリピンの方に非常に力をらえていく米軍がですよ、ことになっていく、えー。今、日本の出雲が南シナ海で訓練してますけれども、えー、日本の役割というのもますます重要になっていきます。 えー、フィリピン近海の防衛だけではなくてね、えー、そういう意味では日本、フィリピンに協力して、えー、周辺の安定を図っていかなきゃならない、そして、えー、対北朝鮮に対しても強力な、えー、圧力をかけていくためにもね,ね、このフィリピンを抑えて、そして北朝鮮をいざ叩くというときには拉致被害者奪還のために自衛隊投入しなきゃならないんですから。 日本の後ろである、ね、フィリピンをこのままにしておくわけにいきません。日本のそれこそ集団的自衛権を発動するためにもです、ね、法改正、まあ、憲法を改正してそして日比軍事同盟を作ってというようなことも急ぎやらなければならないんですが、まあ、自民党にそこまでは期待できないでしょう。でもそのぐらい えー、この IS の拠点が、えー、東南アジアに移動してきているということを、えー、北朝鮮情勢も含めてですよ。北朝鮮は歓迎しているかもしれませんけれども、えー、私たちは考えていかなきゃならないと、鈴木信之は、えー、非常に心配しております。えー、今日はここまで、えー、お知らせしたいと思います。えー、ありがとうございます。